はい、こんにちは、前川です。山本です、はい、いつもあのブログをご覧いただき本当にありがとうございます。今日は、とある、もう名前言っちゃいましたけども山口先生と対談していきたいと思います。山口先生は大阪の方で ABC 整骨院さんですね。で、まあ、院長先生をされている一人治療院の先生なんですけども、はい、まあ、この先生と今日はお話ししていきたいと思います。で、はい、早速ですけど、はい、まあ、質問していきたいと思います。お願いします。先生とは今年、はい、まあ、を出会って、はいはい、半年ぐらいですかね。そうですね。なりますけども、最初私のことをどうやって見つけてくれたんですか。一番最初に知ったのが、多分一番さ、本当に一番最初っていうのが、はい、自分の地域で、はいはい、ヘルニアって検索してたんですね。はいはい。じゃあ前川先生のホームページがパッと一番最初に出たんですよ。はいはい。それまで自分の中で一番だったのに、あれ上に取れるのかって。それが多分一番最初だと思うんですよ。そういうのがあったんですね。その後、その工藤健さんの対談音声があって、はいはい、で、もしかしてあの先生みたいなんで、気になって、で、アメブロか何かで見つけたのかな。ああ、なるほど。で、まあ、そのアメブロっていうのは、あの僕が経営の話だったんですか。そうです。今多分この動画、あ、この流れだったよね。まあ、そういう形で僕を見つけてもらって、はい、その時の印象ってどうやったんですか、僕の印象って。ね、まあ、ぶっちゃけて言ってください。ぶっちゃけて気持ち悪いとかじゃないんで。あ、気持ち悪いじゃないよかったです。なんか同じテイスティングやなみたいな、自分というとどういうことですか。同じ方向性やなと思って、なんやろ、自分がやりたいと思ってることを、うん、あ、もうさっきやってるわっていうのが第一印象ですね。そのやりたいことって具体的にどんなことですか。あ、例えば高単価にしていきたいとか。あ、はい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 。まあ、今はあんま思ってないですけど時短していったりとか、うんうんうん、まあ、その患者さんが喜んでますよっていうのを、うんうんうん、すごい出てたんで、はいはいはい、まあ、それまで自分も患者さんの声とかもらってたんですけど、うんうん、そこで初めて患者さん その動画、うんうんうん、すげえこんなんやってる人いてるんやっていうのを知って、まあ、自分もやっていかなあかんのかなと思ってたところですよね。うんうんうん、なるほど。まあ、そういう感じで僕も知っていただいて、そういうふうに印象を持っていただいて、はい、で、まあ、ブログ見てもらってて、まあ、僕はちょっとこう無料でね、はい、経営の相談乗りますよと、まあ、1000万ドルっていうのを募集したときに、はい、まあ、来てくれたと思うんですけども、はい、なんで行こうと思ったんですか。やっぱりそれまでいろいろ、まあ、このペンさんのメルマガであったりとか、うん、見ていいかなと思って、まあ、知らんけど、名前出していいか知らんけど、まあまあ、実際僕は見たりとかして、はい、まあ、知ってた、はい、いろいろ知ってたと思うんですよ、はい、まあ、まあ、あんまりね、見てる人が少ないと思うんで、うん、言うと、健康ラボっていうのも入ってるし、疲労回復協会っていうのも入ってるし、結構見てる人いてるんですよ。まあ、いいんじゃないですか、まあ、いいですけどね。そんなん入ったりしてたけども、はい、そんなに患者さんは健康になったかもしれないけども、うん、けども、その自分自身がそんなに収入上がったっていう感じがなかった、はいはいはい、逆になんかあんまり下がってるんじゃないかなっていう感じになったんですね、うんうんうん、で、それをなんとかして変えないとあかん、はい、逆に言ったら1人なんで、はいはいはい、自分もしっかりせんかったら、うん、誰も面倒見てくれます。そうですね、うん、まあ、そこでやっぱり同じ方向性を向いてる先生、まあ、勝手に思ってるわけですよ、はいはい、やっぱりそう似たような考え方の先生の方が自分のケツを叩いてくれるんじゃないかなと思って、うんうん、参加させてもらったんですよね。なるほどなるほど。そしたら、まあ、いろんな治療科コンサルタントが似てるじゃないですか、まあ、その中で僕を選んだ理由というのは、まあ、その同じ状況というか同じことをやってるからなんですかね。そうですね。分かりました。で、まあ、そうやって1000万着入っていただいて、まあ、なんやかんや僕言ってなんやかんや聞いてくれて、まあ、なんやかんや行動したと思うんですけども、はい、なんやかんやばっかりやけど、はい、その結果、まあ、最初にどんな変化が起こりました。今までと違って、そうですね、一番最初にやったことは患者さんの声を動画でもらうということです、うん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 、やっぱりそのまずそのマーケティングって言っても
あんまりいきなりパッとだからできなかったんですけど、けど患者さんも目の前にいてるんで、はい、だからそこでも動画もらうっていうのは全然僕の中では抵抗なかったんで、逆に一人目に声かけた人は、はい、もう全然もうその場で OK で、はいはい、まあ、あの次回ぐらいにしときましょうかと思ってたのに、はい、その場でってもういいよ、行くだろみたいな感じで、はいはいはい、おちょっと待って、ビデオないでどこ行ったみたいな感じで探してビデオ撮影して、うん、まあ最初すっごいあのでもだいぶ動画撮ったんですけど、はいはいはい、最初のやつが一番ウィウィッシュになって、いいですよね、あれね、なんかね、なんか聞くことも決まってないもう言って、でまあ患者さんもそれからもずっと来てくれて、いろんな紹介して、その人はやっぱりしてくれたりして、やっぱり動画撮ってよかったなって思いますよ、一番最初の動画は。まあ、でもその動画ですけども、まあ、ぶっちゃけた話ね、こうやって見てる人でも撮らなあかん、撮った方がいいっていうのは分かってるんだけども、撮れないって人が多いと思うんですけど、はい、なんで山口先生それすぐこうパッと実行に移してたんですか？ね、これはあんまり言いたくないんですけど、うん、あの撮った方が患者さんのためじゃないですか、うんうんうん、やっぱりあの自分の口でこの治療いいですよとか、うん、自分はこんなに悪かったところから良くなりましたよとか、うんうん、あともうこの状態またなりたくないですよみたいな感じで、やっぱりそういう風な会話を今は特に気をつけてるんですけど、はいはい、そういう風にしていけば患者さんもあのやっぱり僕にもっとその信頼を寄せてくれたりとか、もっとそのいい状態であったりとか、もうやりたいことをもっともっとできるような状態っていうのにやっぱり移行してくれるようになってくれるだろうなっていうのを最初に思ってたので、はいはい、それは全然あの行動しない理由がなかった、うんうん、なんかやらない先生は選んでいいからみたいな、まあ、いつものごとく冷たいね、そうですよね、そうですね、守りたい人だけやればいい、うん、まあ、実際そうやって動画撮るようになって、まあ、ホームページにね、はい、載せられたりとかしたと思うんですけど、はいはい、その結果ホームページの反応ってどうなりました？やっぱりね、うん、エグいですよね。これエグなりました、うん、逆にマネントイで欲しい大阪ではそうですね、もうそれぐらいやっぱりホームページに、もうちょっとホームページ飛ばしていかな、うん、その動画ってやったりとか証拠がないっていうのは、うんうんうん、そこを選ぶ理由がない、うんうんうん、逆になんでうちのホームページ見て離脱してんのよと思うぐらい。ああ、でもそうですね、うん、何個ぐらいあるのか今の中で動画今アップしてないのもあるんで、なんでアップしてないか分からへんけども、はい、まあちょっと患者さんが家族会議をやってみたいな、ね、そうそう、そんなんもあるんで、だいぶ25、6個ぐらいで、ね、すごいですね、でもね、まあ、一応1ヶ月5人は乗るまで自分で思ってるんで、すごいすごい、多分地域の人らはもうちょっと抜かすのは難しいですよね、結構今から、やっぱりね、ゆずクリニカルルームっていうのがあって、なかなか。ありがとうございます。言っても大丈夫ですけど、一応僕出してないですからね、年齢は。まあちょっとなかなか、はい、あそこがあるから。実際それで動画集めて、はい、まあ、ホームページも、ね、反応がまた出るようになってもらって、はい、まあ、やらしい話、売り上げね、うん、まあ、1000万円入る前は、はい、まあ、こんなんで、入ってからこんなんでって。忘れてます、最初。言える範囲で、はいはい、いいんで、数字の変化。そうですね、入った時どれぐらいでしたっけ？入った時多分60ぐらいだと思うんですよ。で、それも下がっていって60ぐらいなんですよね。で、そこでやっぱり何かしなあかんなと思って、よかったですね、うんうんうん、今ね。ほんまによかったですね。本当によかったです。本当によかったです。やってなかったらどうなってたんだろうって今思いますよ、ね。でも今仕事絶対嫌いになってますよね。あのまま言ってたら。今動画のことでめっちゃいいこと言ったけど、多分そんな言えてないですね。気づかずね。気づかずに。で、まあその60万ぐらいで入ってもらって、はい、で今入ってからどれぐらいになるんですか？今ちょっともうやめてるけど。そうですね。ね、入ったの何月でしたっけ？1月末ですね。2月前ですね。2月ぐらい入って、はい、うん、でまあ、入って実際数字どうなりました？あ、そんなに最初変わらなかったです。うん、やっぱりポスティングやってなかったです。そうですね。何もやってなかったね。いや、何もやってないです。6000ぐらいですけど。今3ヶ月ぐらいですか、売り上げが？6月、そうですね、5月末、まあ、5月、6月ぐらいですね。ね、3ヶ月、4ヶ月ぐらいですね。100万は。100万ですね。まあ、一人中央が、なんでかわかんないけど、目指す100万という数字を、山口先生も5年ぐらいでしたっけ、そうそうそう、ずっと言ってて、言ってて、まあ、やっと達成したわけですけども、
毎回それ達成して、うん、その後って100万どうですか、下回ること切ってないです、切らないですか、はい、これ不思議なもんで、5年かけて1回も到達できなかった人が1回したらなんかもう楽勝なんですよね、うん、自転車みたいな感じで、そうですね、そうだから入って3、4ヶ月ですか、はい、でまあ売り上げ100万ですね、まあ僕のとこ来たら上がるとこですよ、いや本当そうですよ、はい、いかんかったら上がらんでしょ、他のとこじゃないんですよ、いくらか食わせだからあコーヒー代こうやってもらいますコーヒー代、僕がコーヒー代、まあそうやって山田先生は、結果出してもらって今ご家族とも楽しく過ごされてますけども、はい、まあやるにあたってどんなリスクがありました、やらんリスクの方が多かったですよね、あやるリスクなんていうのは自分が恥ずかしいなとか、うんうん、めんどくさいなっていうことぐらいじゃないですか、うんうん、だからそれなんかっていうのは、まあ、そんな思ってるんやったら最初からも一人でやらん方がいいと思うし、あなるほどなるほど、逆にね、もう自分一人の城を作ったんやからやっぱりそこで結果を出さないとダメっていうのも当たり前かなと思うし、うん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 、やっぱり来てる人、まあ、もちろん、まあ、嫁さんとかね、はいはい、子供とかいてる人やったらその人を守っていくのはその人の仕事やと思うし、うんうん、来てもらってる人っていうのもそこの事業が潰れちゃうと、はいはい、もう波みたいな感じになるわけなんで、うんうんまあ、その辺はやっぱり、うんうん、やっぱり自分一人で生活してるわけじゃないし、はい、やっぱりいろんな人いるからやっぱりやらないとダメですよね、なるほど、リスクなんて考えてるんやったら最初からやったもん、山口先生はこう、ええこと言うときはめっちゃええこと言いますね、そうですね、なんなんですか、逆ちょっと腹立つんですよまあデリハリですね、デリハリですね、はい、大体適当ですでまあ最後にね、まあ、この動画見ている方で、まあ、山口先生も最初の頃とその5、60万前後の状態の人が結構多いんですよ、打ち上げたんですね、今100万行きたい言うけど、まあ行ってない人が結構多くて、きっとまあ見てる人からしたら山口先生結構こう希望の星だと思うんですよ、まあ、そういう方に対してまあ何かメッセージとかがあれば、なるほど、はい、なかなか難しいですね、どうなりたいんですかって話ですね、まず、うんうん、その目標設定がないのに、うん、誰もできないですよね、メジャーリーガーになりたいねって言って素振りしてるだけじゃダメじゃないですか、まあまあね、やっぱりねその出るとこ出てやらんとダメだと思うので、うんうんうん、やっぱりまずは行動ですよね、うんうんうん、で行動して結果が思うようにいかへんかったとしても、うん、やっぱり行動ですよね、まあ、そうですね、すでに行動してやらんとダメなのかなっていうのは思いますよね、うんうん、なるほど、分かりました、でまあ私最近ねちょっとコンサルをね、はい、ちょっと力入れて始めてるんですけども、うんうんうん、まあ山口先生に受けてもらったらと思うんですけども、負けへんと思うけどまあこれで動画とか見てくれてて悩んでる人がねおったら、まあ、僕のコンサル申し込んでもいいかなと思うんだけども、うんうんうん、それに関してどう思います、申し込めへんと思う山口先生が言うと説得力ないですけど、あそうですね、どう僕が今そんなに現状にそんなに困ってないっていうのがあるんで、だからそんなにコンサル受けて多分行動まだしないと思うんですよ、そうですね、多分けどこれが例えば家買うとか、うんうん、嫁さんにせがまれるとまた必死のパッチで働かなあかんと思うわけですよ、ね、はい、あそうなったらまたお願いするかなとは思うんですけど、あの山口さんのこと聞いてないですか、聞いてる人に出してるんですか、そうかそうかそんな話じゃなかったそうそうそう実際そうですね、その何がネックになってるのかですね、うんうん、コンサルを受けない、うんうんうん、受けない理由がないんで、なんか受けるリスクを感あると思ってるなら一回前川先生にこういうふうに思ってるねんけどみたいな感じで動画を、うんうんうん、じゃないかメッセージでもいいんで送ってもらって、はいはい、でそれで前川先生と話ちょっとでもいいんでしてみたら、うんうん、まあ、電話でも、うんうんうん、まあ、それでやっぱりリスク回避できへんわとか、うんうん、あそのリスク取ってでも成功したいねっていうふうな感じで思ったらやっぱりすぐ行動、うん、一日でも早い方が絶対に自分の周りの人は幸せになれると思うから、うん、まずは連絡取ってもらったらちょっとでも気になってるなら連絡した方がいいんじゃないかなと思います、ねうん、なるほど、はい、ありがとうございます、そしたら今日はちょっと大阪の、うん、堺のあるカフェから送らせてもらいましたけども、はい、きっと今ねちょっと売り上げ上がらなくて困ってる人からしたら
結構いい話だったと思うんで。あ、本当ですか。はい、こういう適当な感じで盛り上がるっていうのが。そうです、ね、まあ、俺もまあ人のこと悪いけど。いやー、僕の方が大概適当です。そうですね、うん、まあ、あのメーリングでもみんなポスティング頑張ってますよみたいなやったじゃないですか。全然やってないです。あ、すごいな、まあ、まあ、怒られますよ、やってる人が。そうです、はい、結果が全てですか。まあ、結果が全てなんでね。出したもん勝ちなんで、はい、なのでまあぜひ、見ているあなたもちょっと諦めずに何か行動を起こしてもらえたらなと思います。そういう感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた会いましょう。さよなら。